今回は令和6年大相撲力士名鑑を皆様にお見せします。皆さんこんにちは、 YouTuber のゆいこです。いつも動画のご視聴並びにお付き合いをいただき誠にありがとうございます。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願い申し上げます。応援していただけるととても嬉しく思います。はい、実はこの動画を撮る前に一回撮ったんですけど、カメラの向きをね設定するの忘れました。なのでこれ2回目の動画撮影になります。では応援団はカメラ向かって右は大きいゼニガメのカゲルくん、中央は皇帝ペンギンのピンガちゃん、一番左は小さいゼニガメのサンシくん、以上の3つを置いています。ではこちらの令和6年大相撲力士名鑑でいいのかな、ご紹介します。でもこれね、お相撲さんだけじゃなくて行司さんのことも載っているみたいですね。ベースボールマガジン社から出ています。価格は1320円でしたね。はい、私はおととい iPhone 修理に出しに行った時にアトレの中にある三省堂書店で購入しました。こちら取り寄せじゃなくても本屋さんに行ったら購入できるかと思います。小さい書店だったら取り寄せじゃないと難しいかもしれないんですけれども、まあ大きい書店でしたら購入がその場でできるんじゃないかなと思います。まあ、今だとね、どこに何の書籍があるかっていう検索できる機会があるかと思いますので、そちらで検索をかけていただいてゲットできるんじゃないかなと思います。で、ね、そう、先週もねそうだったんですけど、1320円のね商品になんかね2週立て続けにね巡り合うんですよ。で、1320っていうと若隆景さんの若隆景さんにまつわる数字だなっていうことに密かに気がついていました。ここで言ったら密かも何もないでしょって感じなんだけど、132ってね、ちょっと若隆景さんのね、若隆景さんにまつわる数字だねっていうふうにこっそり気づいていました。そう、あとはね、生年月日を一桁ずつ足して最終的には一桁の数字をこう出すマインドナンバーというね法則があるんですけど、こちらの本買ったの一昨日2月の13日だったんですね。で、2024年2月13日っていうふうにマインドナンバーなんだろうなというふうに出してみたら、なんと5だったんですね。そう、若隆景さんのマインドナンバーは5だったっていうことで、こんな偶然ってあるのっていうふうにびっくりしています。で、ちょっと最近ね視力の関係で本を読むのがねちょっとね しんどいなと思うことがあるんですね。なので読めるか否かは別として手元にこの本置いておきたいなと思って購入しました。まあ、執筆者にとって本を購入したお金はね、ご飯を食べていくお金にもなると思うので、でね、少しでも大相撲業界に貢献したいなと思ってこちらの本を手に取りました。で、まだ出たばかりだと思うのですぐにね購入できるんじゃないかなと思います。で、表紙はツルツルしてて、なんかいい匂いですね、新しい本の匂い。中身はちょっと何が書いてあるか見えないけど、こんな感じで、うん、中身もツルツルしてますね。で、多分若隆景さんのことも絶対書いてあるはずですね。しこ名が何で、本名がうんちゃらでとか、誕生日がいついつでとか。そう、だから行司さんのね名前はもちろん、あとは本名も書いてありますよっていう話でしたね。私がこの本知ったのは先週の土曜日に第56回 NHK 福祉大相撲の
の観覧に行く時にご一緒したガイドヘルパーさんがこの本を持っていらっしゃったので、そんな書籍があるんだと思って、じゃあ私も買おうかなと思って、あの三省堂書店で購入しました。なので楽天市場ですとかアマゾンでも確実に買えるかと思います。あとはなんだっけ、あとちょっとわからないな、ヤフーもなんかショッピング、ネットショッピングありましたっけちょっと間違った情報言ったらな大恥かくけど、うん、まあ出たばっかりだからね、あのどんな方法でも買えるはずです。はい、というわけでね、今回は令和6年大相撲歴史名鑑のご紹介をいたしました。いかがでしたでしょうか。なんかね、もう iPhone でね動画撮るのなすっかり忘れちゃってね、もうなんかカメラのね向きが全然見当違いだったとかね、いやもうダメですね。5ヶ月経つともう何もかも忘れちゃって、一から再試行、まあ、スタートしてるっていう感じですね。でも、来月の、大相撲の特別企画は良質な動画がお届けできそうですね。 iPhone も戻ってきたことですし、うん、楽しみですね。来場所はね、若隆景さん、若隆景関っても言っていいよねあの重量だし、若隆景関重量復帰ということでね。そうでもね、私もね実は大事な仕事一本請け負っていて、そう3月の20日にね、横浜みなとみらいホールで今月の初旬に大阪でありましたミュージックインザダークというね企画のコンサートの仕事がありますので、その3月20日並びに、18日と19日はね向こうにリハーサルに行くので、その日は第2木曜日はウクレレのねレッスンがありまして、だから14日だよね、14日は、ちょっとあいにく拝見ができないんですけど、でもどうなんでしょうね、2場所連続は難しいかもしれないけど、ぜひ重量優勝飾っていただけたらね、私のみならずファンの方はもちろんだと思うけど、福島の方もねすごく盛り上がると、まあ、喜びに満ち溢れると思うので、うん、ぜひ重量優勝飾っていただきたいですね。はい、いやもうなんか1月はすごかったですね、すごく絶好調でいらっしゃって、7番全部白星という結果でのね全勝優勝を飾られたっていうことで、拝見していて、テレビからでもなんか私の応援に応えてますよっていうのをすごく伝わってきたような気がしますね。それに先月24日にね国技館に観戦に来ましたが、見事に幕下の取り組みが若隆景関の拝見ができたので、本当にあの時はもう飛び上がるほど嬉しかったですね。ちゃんと IC レコーダーにも録音できましたし、もうこれからもね、引き続きパワーアップさせて応援をして差し上げたいですね。そう今月の4日でね推し活が始まってから丸1年になったので、うん、これからも充実した推し活をしていきたいなと願っています。はい、では、今回の動画はここまでとなります。ご視聴並びにお付き合いをいただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけますと活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願い申し上げます。応援していただけるととても嬉しく思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 YouTuber のゆいこでした。それではまたね、バイバーイ。